スノームーンを追いかけて。2024年2月24日はアメリカの農事歴ではスノームーンとも呼ばれます。残念ながら九州地方は雨で撮影できず、25日の月齢 14.9 のスノームーンを撮影しました。 ZWO 社のシースターを使用して月を撮影します。水平バランスが取れた三脚にシースターをセット。シースターの電源ボタンを2秒以上押してスイッチオン。タブレットのシースターのアイコンをポチって、シースターと Wi-Fi 接続。あとは観測したいアイコンをポチるだけ。シースターが月を探してセンターに捉えたら、追尾を開始します。自宅の周りは商業地域なので、星の観測には向いてない場所です。今までは、リクセンの SD103 をセットして使っていましたが、拡大撮影をしない限りは、シースターで十分です。セッティングの時間が圧倒的に短く、わずかな時間で月を捉えます。シースターは等倍、2倍、4倍と切り替えができます。惑星モードから風景モードで撮影します。月を捉えたら追尾モードをオンにすると月を追尾します。色合いは見た目の色合いになり、赤っぽい月になります。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。